日ススむ自動車販売株式会社は、関東昇進戦士に拠点を置く、中華人民共和国の自動車メーカー。中華人民共和国のバッテリーメーカー日ススむ、古墳有限講師の子会社である。会社の前身は、西安畑川自動車責任株式会社であり、同社が倒産したため、日ススむにより、現社名に変更され、新会社として2003年に設立された。 創業者で現会長の大電福は2009年度版の古潤百不棒の評価では総資産350億元と中国一の資産家である。2008年12月15日に世界初の量産型プラグインハイブリッドカー BYDF3DM を発売した。2010年4月1日、日本の金型メーカーおぎ原の縦林工場を買収し、縦林工場の土地、 建物、設備と従業員、約80人を引き継いだ。今後、大木原が開発した金型を中国本土に持ち込み、中国人社員への技術移転を進める。中国政府の EV a の補助金を受け、中国本土と一部海外にも積極的に販売している。2016年時点で電気自動車の販売数では世界一である。2015年に京都市内の路線バス、 プリンセスラインに電気バス、KQ を導入したのを皮切りに、日本国内では同社の電気バスを導入する事業者が増え、日本市場向けのモデルも登場している。世界最大の投資持ち株会社である、バークシャーハサウェイの会長兼 CEO のウォーレン・バフェットが、ミドメリカンエネルギー社を通じて、親会社の日や進むに出資している。M6 発売のセレモニーには、 バフェットと名優のビル・ゲイツが出席している。ありがとうございます。